ニーと馬はなんか違うんですよね。ポニーも馬です、はい、同じ大馬さんだけど何かが違うみたいな区別の仕方とかがあるんですよ。はい、そうですね。ポニーは長い馬のことをポニー。突然ですが本日一つ目の G1 クイズです。急ですね。はい、どのような大馬さんのことをポニーというのでしょうか。スタジオの皆様、お手元のフリップでお答えください。なるほどね。それでは皆さんフリップに答えをお書きください。ポニーの定義とは何でしょうという問題です。ところで小島さん、いつ北海道行かれてたんですか？確かに、はい、もう先月行ってまいりまして、キスイさんと一緒に初めての北海道ロケ行ってきて、もう、みんな話聞いてくれてた。ちなみに今回は小島さんは答え知ってるので、はい、はい、内緒となっておりますよ。ヒントはありますか？ヒントは、そうですね、遅いよ。まだ OK だって。まだ OK？ 馬娘がれます。まだ。そうですね、馬娘のとあるキャストさんにちょっと定義上は近いかもしれない。ちょっと待って。ちなみにそのキャストさんはお酒がすごくお好きです。あー、あの方ですかね。あの方は定義上ポニーかもしれない。ポニーかもしれない。どういうことなんだろうね。もうこれしか。でも大馬さんって言ってたからね、はい、ちょっとあれなのかな、分類的なものじゃないのかな。そうですね、生物学上の分類とかではなくて、品種とかでもなくて、目で見てわかる。目で見てわかる。なるほど、はい、はいはい、では回答のお時間となりました。皆さん書けましたか？はい、書けました。はい、それでは一斉に回答をオープン。はい、じゃん、じゃん、はい、いろいろ書いてありますね。おまちこちゃんは、はい、高さ100センチくらい70センチ以下のおうまさん。あのあたりを、70センチから100センチあたりの以下のおうまさん。まあなんか身長が定義じゃないかってことですかね、うんうん、そうです、うんうん、はい、あ上田さんとかも割と、あみんなそうですね、うんうん、でゆいとんは逆にあれかな、体重的なものでいきましたね。はい、はい、大人になっても 100kg 以下。あーなるほど、うん、ほうほうほう。そしてあ藤本さんも体が小さい子、うんうん、ほうほう、ざっくりですけどちょっとふわっとしておりますね。では皆さんの答え確認できたところで正解あるんでしょうか、はい、映像の続きをご覧ください。それでは正解をお願いします。ポニーと馬の違いは、ポニーは体高が147センチ以下の小さな馬のことをポニーと言っています。ということで正解は背の高さが147センチ以下の馬でした。それ以外の違いは特にないそうですよ。厳密に147センチ以下っていうふうに定められているんですか？そうですね。